おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、もう皆さん待望の超激アツカナリア軍団クォーターアニバーサリー来てますので、そちらのねアップデート内容を徹底解説させていただこうと思います。この動画1本見れば今回のアップデートは完璧っていう風な動画にしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで早速やっていくんですけど、今回いろいろありますが、まあね、ちょっといつも通り下から行くのではなく、今回はきちんと順番を追って見ていきたいと思います。まず新しい選手たちや監督を見てから、クォーターアニバーサリーの話をして、イベントの話をして、最後にどうでもいい細々したものを話していきますので、早速ね重要なところ見ていきましょう。まずは今回来た選手陣、クォーターアニバーサリーレジェンドスカウトの黄金のカルテット、ジーコ、トニーニョ、ソクラテス、ファルカンです。今回の新星5選手たちは得意戦術がポゼッションのブラジルの化け物ですね。新バンディエラ、ブラジルの象徴を持っているジーコのこのバンディエラは、ブラジル国籍の選手の能力を全て大アップするというものですし、トニーニョがコンボ特徴、ソクラテスがキャプテン特徴、そしてファルカンがレーン特徴を持ってきております。その他にも若いというかね、現役の新選手たちも来ていますが、まあ、なんといってもやっぱりレジェンド4人ですよね。まずは1万5000球の司令塔デウス、ジーコ、そして DMF ダイナモ、こちらも1万5000球のトニーニョ、セレーゾ、いやー素晴らしいですね。で1万4000球キャプテンのソクラテスに1万4000球センターレーンのファルカンといったような顔ぶれになってます。またね、明日詳しく全選手の解説をさせていただきますが、やっぱり今回の中ではね、圧倒的にこの新バンディエラ、ブラジルの選手の能力大アップしつつ、ポゼッションの能力中あ小アップするジーコ、そしてダイナモの DMF セレーゾ、この2人がもう当たりですね。うん、素晴らしいですね。コンボ特徴いいですね。タックルパス中アップ、パス意識も中アップして、自身との連携一段階強化、デスパレートタックル持ちです。まあ、さらにですね、ソクラテスに関しては新特徴チャンスメーカーですから、まあ、こちらも取らざるを得ませんね。まあ、本当に素晴らしい内容になっていると思います。でこの選手たちを束ねるのが新星6監督トレサンタの監督ですね。戦術得意度レベル9でございます。素晴らしいですね。で今回は10試合を行うだけで手に入るので、もう誰でもね手に入ります。速攻手に入れてぜひ使ってください。黄金のカルテットです。で気になる監督アビリティのこのオレンジ色の戦術の神髄ですけど、これオレンジ色の戦術の神髄何なのっていう話なんですが、これですね、いろいろ混ざってるだけです。まあ、いろいろね監督特徴を増やせば増やすだけ項目を取っていたので、まあ、がっつりまとめてるだけですね。戦術指導レベル4、消耗戦指導のレベル1、オフェンスディフェンス指導、名称のディフェンス対策指導、検証の戦術対策指導、あとは消耗戦対策指導レベル2ということで、まあ、消耗戦対策指導レベル2以外のものに関しては基本的に今までの監督が持っていたものとそんなに変わりませんし、まあ、戦術対策指導レベル2に関してもね、スキルによって味方選手のスタミナが減少するとき、その減少量中ダウンということで、まあ、最近来ているね、あの有料なスキルに特徴になってます。で今回のトレサンタの監督はそれに比べて加えてオフェンスバリエーションも持ってますから、 OMF の選手をセンターフォワード起用することも可能、つまりはクライフ使います。いやークライフのセンターレーンを使えちゃうわけですよ。まさかのねウィングなしですかって思ったんですけどね、ウィングいないんかって感じですけど、まあ、クライフいて、まあ、今回のファルカンが、センターレーンの特徴持ってますから、まあ、センターレーン二重で使えちゃいますからね。まあ今私これペレ仮に置いてますけど、エトーとかちょっと古いですけどバルサのエトーとか起用すると、まあセンターレーン2列にできますから、ファルカンいなくても、まあ、かなりねセンターと猛攻触れちゃうんじゃないかなと思います。さあそうしたらですね、そんな中で
今回のガチャに関してもいつも通りね、レジェンドスカウトチケットが来てます。こちら期間限定ミッションをクリアすることでチケットのかけらが手に入りまして、そのチケットのかけらを10個集めると1枚のチケットが手に入ると。で、交換回数が5回までという形になってます。こちらですね。で、この下の部分にも交換アイテムがあるんですが、これはいつも通りオフェンス能力アップ練習レベル4 200個で能力アップ秘密練習1個に変えられるってもんなんで、ここはスルーしてください。大切なのは上ですね。レジェンドスカウトチケットのかけらをレジェンドスカウトチケットに交換する部分。このレジェンドスカウトチケットのかけらの手に入れ方としては、まず期間1回限定ミッションとして試合を最大500試合行う。そして1日1回限定ミッションが今週と来週でそれぞれ2週間用意されてます。今週はチャンピオンズロードマッチ、後で解説します今週のイベントですね。こちらを毎日10試合、来週以降はリーグ戦を10試合行っていただければかけらが手に入りますので、やり逃しだけねないようにしていただけたらと思います。さあ、そしたらですね、クォーターアニバ見る前にさっき話に出てきたチャンピオンズロードマッチ触れていきましょう。今回のチャンピオンズロードマッチですね、このイベント何なのっていうと、歴代の SWCC で優秀な成績を収めたクラブのデッキと対戦できるイベントですけれども、これね、前回炎上しまして、なんで炎上するのって言ったら、このね、報酬、ここの3つが報酬、新星5選手、選べる監督交換チケット、限界突破練習のかけらなんですけど、前回ね、この選べる監督交換チケットがマジで落ちなかったんですね。これが今回改善されました。良かったですね。特定ステージの初回クリア報酬に、試合報酬における選べる監督交換チケットかけらの獲得確率上昇も、これは本当に必要でしたよね。これね、前回本当に確率低かったので、誰もこのイベント周回しないって状態になってたので、改善されてます。で、かつ今回ですね、新たに限界突破練習のかけらっていうのも手に入ります。こちら30個集めるとアイテム交換所にて限界突破練習と交換できると。ただ今回のイベントでは10個しか手に入りません。はい、算数ができる皆さんならお分かりだと思いますが、3分の1しか手に入らないので、気長に集める、アイテムですね。じゃあこのイベント美味しくないじゃんって思ったそこのあなた、少々お待ちください。今回のイベントもですね、前回同様星5選手が手に入ります。トロイタとルアードという2人のスキル継承におすすめの選手に加えて5人のバルセロナのポゼッションの選手が手に入ります。かつこの5人の選手は初回クリア報酬選手として出てくるデヨング、デスト、ロベルト、ラングレに関しては限界突破した状態で出てきますし、ミッション報酬として出てくるファティは5回の限界突破が可能な6人獲得できますので、この5人に関しては無課金の方でも初心者の方でも限界突破終わってる段階で入手できます。これ激アツですね。初回ステージクリア報酬として手に入るところがこのラインナップになっています。まず無課金の方としてはステージ20を目指してください。ステージ40のルアードまで行ったら1回一段落かなと思います。で、あとはデイリーミッションが1日1回来てますから、こちらもねやり忘れないようにしていただいて、期間中1回限定ミッションも来てます。ぜひぜひね、ファティだったり GB、 そして能力アップ秘密練習、極秘練習、レイヤールド監督手に入れていただけたらと思います。今回ファティはレフトミッドフィルダーなんですが、例えばデヨングなんかは DMF のセントラルミッドフィルダーポゼッションの選手ですし、セルジーヌ・デストはレフトサイドバックの組み立てサイドバック、クレモン・ラングレはセンターバックディフェンスリーダーということで新監督で使えます。セルジ・ロベルトはねクロサーなので違う戦術とかで今使う選択肢もありますから、無料でね監督が手に入るというところで必ず手に入れていただけたらと思います。さあ、そしたら最後にね、クォーターアニバーサリーのキャンペーンの話をしていきましょう。まずはこちらです。1日1回10連無料&ミッション10連ですね。なんと期間中合計280連も引けちゃいます。いや嬉しいね。で、1日1回の10連無料は、皆さんやり忘れないと思うんですが、チケットでね130連分手に入ります。ここだけやり忘れないように気をつけてください。まずはですね、今週はチャンピオンズロードマッチを5回、さっきちょっと出したガチャチケットのかけら集めるのと
今回ねチャンピオンズロードマッチで同じなのでチャンピオンズロードマッチさえやっといたら今週は大丈夫です。で来週はねなんと5試合を行うということで試合数でいけるのでまあガチャチケットのかけらレジェンドスカウトチケットのかけらを考えるのであれば、リーグ戦の周回っていうところかなと思います。ガチャね無料は熱いですからやり忘れないようにどうぞお気をつけください。あとはね期間合計最大 3000GB に星5確定スカウトチケット限界突破練習1段階目がもらえる記念ログインボーナスも来ておりますしこちらは20日間で15日のログインですね。あとはいつも通り GB 増量キャンペーンも来ております。 GB 買われる方はこの機会にご購入ください。で今回はクォーターアニバーサリーのパネルミッションということでグラティーニ選手登場です。グラティーニ選手ですねこちら10700のムービングフォワードセンターフォワードの選手です。ムービングフォワードの CF は貴重なのでこの機会にぜひ取っておいてください。このホーム画面のこのパネルミッションからね左上のパネルミッションから今自分が何のミッションをクリアしているかが見れますからぜひぜひねちょっとやり忘れないようにこちらもお気をつけてください。ちょっとやることいっぱいで大変だと思うんですけどパネルミッションに関してはさっきのログインボーナスもですけどすぐにやらないと終わってしまうものではないので若干期間に余裕があります。8月9日までです。なんで若干余裕があるので、そんなに急がなくても大丈夫なんですが、丁寧に一個一個やってっていただけたらなと思います。であとはですねまだあるんですが友達報酬リセットが入ってます。どこかに行きました。クォーターアニバの中かな。あ、そうでしたね。一番下にありました。友達招待キャンペーンの人数リセット入ってます。8月16日までに招待5人呼ぶとですね各ポジションの1段階目の限界突破練習と 500GB 手に入ります。いやー絶対呼ばなきゃ損ですよ。皆さん必ずね招待するようにしてください。さあここまでいろいろ話してきましたがここからねようやく雑多なことになります。はい、もう動画撮っていただいても結構ですがここまで見ていただいたんだったらねぜひ最後まで私に付き合ってください。まずは来週ですねフランスリーグの 22-23 シーズンとフランススーパーカップ 22-23 が搭載されます。新アクセに加えて星5確定スカウトチケットもらえます。今週は何もやることはありませんが来週リーグ周回ねレジェンドスカウトチケットかけらの入手条件にもなっておりますからやり忘れないように挑んでください。あとはね不具合がいっぱいありますけど、その前にちょっともう元々来てた星4限界突破契約書の話でいきましょう。こちら廃止されました。ようやくですね星4限界突破契約書がなくても星4選手を限界突破できるようになりましたのでこの機会にね皆さんまだ星4限界突破してない選手いるときにねインターナショナルカップ用でもいいですし、貴重なプレースタイルの星4選手でもいいですしぜひやってみてください。で今あるねこの契約書も無駄になるわけではなく1枚にあたりアリーナリング10個が皆さんのボックスに入っているとのことですからこちらも受け取ってね、覚醒素材なり、あとは進化秘密練習とか交換していただけたらと思います。あとは不具合の修正ですね。レジェンドマッチの報酬が、ちょっとね1万ポイント達成報酬が内容と異なっていたとか、あとはなんかバージョン 6.1.0 でなんかやるチュートリアルの進行とか試合終了後のレベルアップ演出とか、もろもろあとスターチャレンジのねなんか編成の不具合ですとかスキル習得画面において習得済みのスキルの長押しした際にアプリ反応しなくなるとかいろいろ今更なものが改善されてます。ツイッター投稿機能とかオート進行の設定の不具合とかねいろいろ来てますが、基本的には不具合を改善したってことなので皆さんがねスムーズにプレイできるようになっております。バージョン 6.1 とのことでね、ちょっと冒頭にも触れましたが最後おさらいになりますけれども監督アビリティをね一つにまとめた表現になっていたりとか、あとはアクセサリーの改良回数表示がね回収されていたりとか、あとは今回からねベンチの人数が7人から9人になってます。これ大切なところですね。バンディエラが起きやすくなったりとか選手交代の選手を配置しやすくなっております。ちょっとデザイン変わりましたね。で各背番号がねこれねデッキごとに背番号を設定できるようになったのでこれ私個人的にめちゃめちゃ嬉しいね。
例えば中央突破ではメッシを10番にしたり、ただサイドアタックではラッシュフォードを10番にしたりとか、サッカーゲームファンとしてはね、すごい、まあ別に試合に影響ないんですけど、楽しいところがあります。限界突破契約の保証のところは先ほど触れたのでスルーしますが、 AP 上限を超えて回復できる値がね、今まで50以上はできなかったんですが、てか50から50以上の時にねスタミナ回復できなかったんですけど、200まで、一旦回復できるようにできてます。ただ注意事項としては、50以上の部分に関しては自然回復の対象になりませんから、一気に放置したい時とかに使うものかな。あとは回復ドリンクの使用方法として、一度に複数使用できたりとか、組み合わせを自動で選んで回復するお任せ回復が来てたり、あとは選手のスライド切り替えですね。これ結構便利です。選手の強化や選手情報の時に横にねスライドボタンが来たので、今までみたいにわざわざ閉じて開いて閉じて開いてしなくてよくなりました。これ嬉しいですね。これ嬉しいね。楽ちんです。あとは遺跡特訓の回収ですね。覚醒可能な選手遺跡特訓に出そうとした時は、今までね一旦その選手のページに行って限界突破してから、覚醒してから遺跡特訓出さなきゃいけなかったんですけど、今回からですね選手の強化画面を遺跡特訓画面で開けるとのことで、いちいちホームに戻らなくてもよくなりました。で、同様のことがスキル継承の回収の時にも起きてます。スキル継承画面で覚醒できる選手を覚醒できちゃいますっていうような状況ですね。いやーマジで盛りだくさん。はい、ぜひぜひね今週も一緒に楽しんでいきましょう。ここまでお付き合いいただいた方々本当にありがとうございました。いやーもうねもうカナリア軍団超激アツですね。欲しい引きたい、やばいです。もう左上見ていただいたら分かる通り、クォーターアリバは引かないと言っておきながら 36,000GB がなぜか入ってました。おかしいね、本当にやばい。これはただ社会人の皆さんだったらね分かっていただけると思うんです。そうですね、ちょっと前にボーナスが出たんです。はい、ちょっとまた引きたくなったら引くと思うので、ぜひね動画出た際にはご視聴ください。ということで、明日は選手の紹介させていただきますので、明日もね皆さんが来てくれることを祈っております。皆さんの良きゲームライフとガチャ引かれる方のガチャを祈っております。ぜひねジーコ引いたよ、トニーの引いたよって方はコメント欄いただければね幸いです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。